けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。レディさんが、あ、レディさん今年初の客だねありがとうございます、まあ、付き合い長いですけど最近ねあんまり来てなかったですね。あれな、何買ってたんだっけ。今日はファイター150の部品取りを買ってきました。 あれで修理できるんですか。そう、今ね1台うちにあって部品取りでちょうどいいのがあったんでもらってきました、うん、はい、まずその他にもねいっぱいあったんでまたゆっくり見に来ます。ああ、そうか、いきなり今日仕事始めになっちゃったんだなありがとうございます、はい、あの、まあ、見ての通りいっぱいあるの で、 で、ね、やることいっぱいあるから来れるとき来てください。はい、じゃあ今年もよろしくお願いします。はい、ポイントのガスガンガバメントです。ここにポイントの刻印、ここにセーフティースイッチ、スライドは固定、ハンマー動くけど連動はなし、これも一体成形じゃない、合わせ目消ししてやるのか。ネジがありました。スライドも、あ、これはスライドとフレームが一体でモナカです。相当な安物ですね。ラバーグリップは本当にゴム製です。マガジンキャッチはライブで、マガジンは割り箸、本体にリキッドチャージタンクがあります。当然ノンホップ、ホップ加工はしていません。まあ、金属塗装した手だけのものです。打ってみます。4メーターの的までまっすぐ飛びません。こういう山なりです。ちょっと上を狙って、山なりでなんとか的に当たってる手だけで、まっすぐ打ったら4メーターの的の3つか4つぐらい下に行きます。まあ、実射性能は昭和当時のものなので今で考えるとジャンク並み、ほぼ観賞用の骨董品です。今日はレディさんがバイクを買いに来たけれど、配達はセルフ、自分で行ってもらって、その間に僕は、仕事始めとしてCO2 ガスガンの調整をしてました。去年いくらやってもどうにもホップが全く効かなかったダブルベルのグロック G17、 丸いのパッキンに変えてもホップがかからなくて、ちょっと意味がわからなかったんですけど、ノーマルパッキンに戻してちょこちょこやったら、なんとかホップちゃんとかかるようになって、それをまっすぐ飛ぶように調整して、今は2号段で 4,50 メーター直進するようになりました。かなり性能良くなってサバゲで十分使えます。でこっちはダブルベルのガバメント、これももうどうにも
ホップが効かない丸いのホップパッキンに変えてるのに、ホップダウンションベンダーマーみたいな、どうにもならず何をやってもダメで、結局最終的にどうしたかっていうとスライド丸ごと丸いのパーツにしちゃいました。たまたま余ってるのがあったので、これノーマルあるけど、これといくらやってもダメでした。これでもうがっつり飛びます。これもグロックと同じぐらい 0.25 段で 4-5メーターまっすぐ飛びます。性能いいです。じゃあこれをこいつらは金属塗装をして、売っちゃいます。あとはこれですね、去年のやり残し、やり残しというかやり直しの CZ75 のホップ調整、1、2、3、4、5、これを始めたらレディさんが帰ってきたので、車が戻ってきたから、なんだっけな、あれだ、灯油を買いに行くから作業は終わり、お疲れ様でした。